JR 福島駅東口の再開発事業では駅前にあるビルなどを取り壊し新たに商業施設やオフィスなどの複合施設をオープンする計画ですしかし資材の値上がりなどの影響を受けて施設のオープンは当初の予定より1年遅い2027年度にずれ込む見通しとなっていました。これにについて福島市は議会に対し 経費の削減に向けて資材の変更や新たな補助金を活用して財源を確保することなどを説明しました再開発を進める組合は改めて今年度中に事業計画をまとめることにしています